プロ野球、30代のベテラン投手が同時に大覚醒してしまう。映画なんてそんなもんだろ、もともとエースだろ。カツオって何イニング投げてる？水の老快なピッチングをお楽しみいただけてますか？石川に100勝間に合いそうか？ NPB の暗黒期として語られそう。菅野ってもう34なんやな。メジャーはもう諦めたな。完全にボールの力やから逆にみっともない。速いストレートは当たれば逆に飛ぶ。無双してるのはオジギングファーストをストライクゾーンに投げられる投手ばかり。ボールを変えようマジでおもんないわ。速いストレートは当たれば逆に飛ぶ。無双してるのはオジギングファーストをストライクゾーンに投げられる投手ばかり。これじゃまるでジジイリサイクルリーグじゃん。大瀬良カットボール投げとけばまず打たれない。湿気が関係してるんじゃないか。6月ぐらいから上がってくるかもとは何だったのか。上原もメジャー挑戦34歳とかその当たりじゃなかったっけ。観客減らないとボールも変わらんだろうな。カットをストライクゾーンに投げれば当たれない。1軍行く機会もらえないだけで2軍の投手でもこれぐらいできるやろな。これでロートル投手延命されるのも酷やな。ご視聴ありがとうございました。